アルゴンは原子番号18番の元素である。元素記号は Ar。原子量は 39.95。第18族元素、第3周期元素の一つ。アルゴンという名はギリシャ語で、怠惰な、不活発なを意味する、アルファローガンマニューという単語に由来する。働くという意味のイプシロン同ガンマニューに、アルファニューをつけた、アルファニューイプシロン同ガンマニューが語源とする説もある。また、ギリシャ語で、怠け者という意味のアルファローガンマが語源とする説もある。アルゴンは地球大気中に窒素、酸素に次いで3番目に多く含まれている気体で、その質量%濃度は 0.93% である。地球上のアルゴンのほとんどは質量数が40のものであり、これは地殻中のカリウム40の崩壊により生成した。一方、宇宙においては、アルゴン36が最も多量に存在し、超新星爆発による元素合成により生成された。空気中に 0.93% 含まれているので、アルゴンは空気から液体酸素、液体窒素を分離生成する際に酸素から分離して得ることができる。貴ガスの中では最も空気中での存在比が大きく、乾燥空気を構成する物質では、第2位の酸素の 20.93% に次いで、第3位の 0.93% である。空気中のアルゴンの存在比が、貴ガス中最も大きいのは、自然界すなわち岩石中に存在していたカリウム40の一部が、電子捕獲によってアルゴン40となったためである。このため地球及び火星など岩石惑星大気中では、アルゴン40の同位体比が、圧倒的に大きいのに対し、太陽大気中では、アルゴン36の同位体が大部分を占める。こうしたこともあって、地球上のアルゴンは、原子量の重いものが偏っているため、アルゴンは、原子番号19のカリウムよりも、平均原子量が大きくなっている。ちなみに乾燥空気中の構成物質第4位は2、酸化炭素だが、2008年現在得られる資料では 0.038% で、あり3位との差は大きい。名の通り、アルゴンは化学反応をほとんど起こさない元素である。最外殻電子数が8でありオクテット則を満たしているので、アルゴンは安定で他の元素と結合しにくい。三重点は 83.8058K であり、これは1990年に、国際温度メモリの定義定点に採用された。凍結させたアルゴン貴ガスの一つ。常温、常圧で、無色、無臭の気体。貴ガスのため不活性である。比重は 1.65、1.39。空気に対する比重は 1.38。固体での安定構造は、免震立方構造。産業用途としては主に反応性の低さを利用した、不活性ガスとして、製鋼や溶接、シリコン製造に用いられる。アルゴンの2004年度日本国内生産量は2億1946万1000立方メートル、工業消費量は3834万8000立方メートルである。近年の需要に対応して2005年に日本工業規格が改正され、純度が高められた。初生 40Ar、36Ar 比が、大気アルゴンの値に等しい。溶岩が噴出冷却してから現在まで岩石サンプルの閉鎖系が保たれ、カリウム及びアルゴンの出入りがない。1892年にレーリー卿が大気分析の過程で未知の気体に気づき、1894年にウィリアム・ラムゼーと共にその正体がアルゴンであることを突き止めた。レーリー卿が気がついたきっかけは、空気から酸素、二酸化炭素、水蒸気といった当時基地の気体を除いて作った窒素と、酸化窒素などの窒素化合物から作った窒素の重さが、ほんのわずかではあるが違うためで、この問題について彼がラムゼーと、ほぼ同時にたどり着いた結論が、空気から取った窒素には、ごくわずかだが、いかなる薬品とも反応しない気体があるというもので、後にラムゼーは、こうした不活性な気体がアルゴン以外にもあることに気がつき、ネオンやクリプトンも空気から分離しているほか、メンデレーエフの周期表のどこにもこれらの元素が性質上入らないので、縦にもう一つ列を作った。しかし、その100年も前に、ヘンリー・キャベンディッシュが存在に気がついていたと言われている。なお、1904年に、レイリー卿は、気体の密度に関する研究、及びこの研究によりなされたアルゴンの発見により、ノーベル物理学賞を、ウィリアム・ラムゼーは、空気中の貴ガス元素の発見と周期率におけるその位置の決定によりノーベル化学賞をそれぞれ授与された。アルゴンは単原子でオクテット則を満たしていることから他の原子と結合した化合物は長い間知られていなかった。2000年、フィンランドの研究者により初のアルゴン化合物、アルゴンフッ素水素化物の合成が発表された。これはアルゴンとフッ化水素、ヨウ化セシウムを混合して 7.5K で紫外線照射することにより合成された。ありがとうございます。